隣町の呉から呉 の, あのバンドなんですけど、あのすごい世話になってます。いろんなあのうちもちょっとガレージ系のバンド多いんだけど、結構あのロックっていうかブルース系のミュージシャンが来た時にあの共演してもらったりね、いろいろ助けてもらってます。思い出がいっぱいあるバンドです。僕もここで一緒にプレイしたこともあるし、だからあの今日うちの最後だけど、この水のステージの楽しんでください。あのジミー・ヘンドリックスの単発バージョンなので、皆さん単発なんで、昔みんな長かったと思います。ではタコラです、応援してください。
シェルターのこのステージに立てるっていうのを、ね、いつも楽しみに、今日も最後になるのかなっていう、あんまりピンと来てなかったんですけどね、だんだん準備してきてますね。失敗のないように努めたいなと思うんですけど、先ほどもありましたけど、プロの方の前座みたいなこともやらせてもらって、本当にいろんな経験をこのステージでさせていただいて本当にありがとうございます。今日しっかり務めますので、最後までよろしくお願いします。
っかりやってるんですね。本当に12編ばっかりで、1曲目パンプレイス、2曲目フォクシーレディで、今聴いていただいたのがアリックディスプレッシーで、4曲目今からやる曲なんですけど、先ほども久郎さんおっしゃいましたけど一緒に共演したことがあります。ボブ・ディランのカバー、地面がやるとこうなるっていうような、聴いてください。オールアルドウォッチタワー。
トラフィック、あんまりこのステージではやったことないんですけど、頑張っていると思います。クロスタウントラフィック。ステージで、やるのも今日最後だと思うんですけど、我々ももうそろそろ地味編をちょっとお休みにしてですね、これを新しく第2章始めようかなというようなきっかけをいただいたかなと思ってます。ここのステージで、いろんなことがありましたけど、ね、こんなこともありました、トラブルがあったり、ね、こんなこともありましたっていうのがね、本当にたくさんありすぎて、今また地味編をこんなところでできればなと思いますけど、今度は新生タコラはエリック・クラプトンあたりをですね、またまあコピーですけど頑張って、お見せできたらなと思ってますので、またお会いしたらどっかで、応援していただければと思います。それでは地味編、静かな曲ですね。次はリトルウィングです。聴いてください。
次の1曲で、まあ、これはこのシェルターロックで、最後の曲となるんですが、あのいつも言ってます、あの時間厳守モットーにしてますって思うんですけど、あのいつも思うんです、あの我々ね、あの決して主役になることはないんですけど、 ある人からある人へ、あるバンドからあるバンドへのつなぎをしっかりできたらいいなというふうに思ってます。であとこの後5バンドあるんでしょうか、あのしっかりつなげていけたらなと、最後の曲務めていきたいと思います。スパニッシュキャッツマジック聴いてください。もう一度タコラに拍手をお願いします。いやいや、あの